ライバーを目指しているんですが、とはいえ F1 レースにドライバーとして出場できるのは世界でたった22人だけなんです。F1 のレーサーになるためにはフォーミュラ日本や F3 など下のクラスのレースで抜群の成績を上げなければなりません。今日ご紹介する小学生とお父さんは F1 の登竜門ともいえるレーシングカートの中の M4 というクラスで腕を磨き頂点を目指しているんです。成田大輔記者が取材しました。時速100キロ近いスピードでサーキットを走るレーシングカート。F1 ドライバーの多くがここから巣立っていきました。群馬県沼田市に住む笹原右京君、小学5年生です。プロを目指す15歳以下の M4 ジュニアというクラスで去年日本チャンピオンになりました。鋭いコーナーワークを武器にこのクラスでは圧倒的な強さを見せつけています。カートの楽しいところはまず G とスピードです。乗っている時のことが最高で、しかもコーナーのこうぐーって曲がってる時とか。ただいま。家は自動車整備工場。学校から帰ると仕事の手伝いもします。カートを始めたのは6歳。きっかけは父親の清俊さんでした。清俊さんは元オフロードレーサー。父のレースを見ているうちに右京君も出たいと思うようになりました。自分の枕元にはすべてのミニカーを並べて寝てたり、起きてくるとすぐに足漕ぎのペダルカーに乗ったり、カートが好きで、乗るんだったらば、できる限りのことはしてあげたいなと思いました。強さの秘密はサーキットに出ない時の過ごし方にありました。清俊さんと一緒のランニングでもただのランニングではありません。お互いに相手を邪魔しながら走ります。相手をかわすポジション取りのうまさはここから生まれました。遊ぶ時もレースを意識します。タイヤが2つしかついてない不安定なスケートボードに乗り、体重移動を体で覚えます。そして今一番力を入れているのは英語の勉強です。いつかは強豪が集まる海外のレースに出たいと思っているからです。 I am a teacher。 カートのセットとかで言うときにやっぱりこう言えないと乗りづらいままになってしまうので、そのためにもいろんなことでも役立つと思います。I want to be a formula driver when I get big。 去年のレースのビデオを見ながら清俊さんからアドバイスを受けます。 10R どこ入り口、ああやっぱりがむしゃらさがないとダメだよ。絶対チャンスの時は絶対チャンスはもうプレゼントだと思ってもらわなきゃ。清俊さんは右京君にどんな時でも諦めず攻めろと伝えました。いよいよ東日本のチャンピオンを決める大会が始まりました。じゃあ次のクラス F4 ジュニアクラス、準備の方お願いします。 F4 ジュニア準備、車窓準備を行ってください。まずは1周のタイムを競い、スタートの位置を決める予選レース。時折雨が降る滑りやすい状況の中、右京君はタイヤの感覚がつかみきれません。注目の笹原はどうか。笹原3番手だ。54秒970です。先頭でスタートできるポールポジションの座を失いました。しかし清俊さんは言葉をかけません。このピンチを一人で切り抜けてほしいと思ったからです。決勝戦、F1 レーサーになるためにここでつまずくわけにはいきません。清俊さんはここでも言葉はかけません。自分の胸を叩く仕草をして気持ちで負けるなと伝えます。緊張のスタート。
1周目トップの選手を内側からかわし、いきなり先頭に立ちます。それを見た清俊さんは攻め続けろとサインを送ります。あとは自分との戦いです。鋭いコーナーワークで攻め続けます。2位以下の選手を大きく引き離し見事1位。まずは東日本でトップになり、2年連続の日本チャンピオンに一歩近づきました。ぶっちぎって早く逃げ切りたいと思ってました。いい気持ちですね。もうとにかく前に出て自分がレースを引っ張っていくというそういうあの攻めの姿勢が特に良かったと思います。まずこのクラスのチャンピオン取るぐらいじゃないと F1 にはまだまだ厳しいので、いろんなところのチャンピオンを取ってそれで F1 に上がりたいって思ってます。またチャンピオンを取りたいと思います。来年は大人と同じクラスへ挑戦する右京君。 F1 というゴールに向かいアクセル全開で走ります。いやー本当にびっくりして見てました。小さい頃からこんな風にして F1 を目指していくんですね。でところで右京君というこの名前なんですけれども。